京都府。京都府は、日本の近畿地方の都道府県の一つ。長岡京や平安京など日本の首都が置かれていた。両政国でいう山城国の全域、丹波国の東部及び丹後国の全域を不域とする。府庁所在地は、京都市。日本の本州の中央付近、近畿地方に位置し、福井県、滋賀県、三重県、奈良県、兵庫県、 大阪府の各府県と隣接し、北部は日本海に面する。北西から南東方向に長さ約140キロメートルの細長い形状をしている。北部の丹後半島と舞鶴湾、若狭湾で日本海に面する。北部に丹後山地、福知山盆地、中央部に丹波高地、亀岡盆地、南部に京都盆地があり、 標高1000メートル以下の低山地帯を形成している。府の面積の75%以上が山地、丘陵地である。府北部は日本海側気候、府南部は瀬戸内海式気候である。それに合わせて、舞鶴、綾部及び丹後は海洋性気候、それ以外は内陸性気候を示す。また、府北部を中心に豪雪地帯が広がる。 北部山幹部は有数の豪雪地帯であり、城西や紀子では積雪が2メートルを超えることは珍しいことではない。過去の大豪雪時には紀子で5メートル近い積雪となった年もあった。都市雇用圏、10%通勤圏の変遷。京都府には以下の15市6郡10町1村がある。町の読み方はすべて町。村は南山城村の1村のみで、 村と読む。府庁によって、深は、丹後、中丹島、中丹西、南丹、京都市、おとくに、山城北、山城南の7つの地域圏に分けられている。人口は、現在の推計人口、出展、京都府統計データ、京都府推計人口。府庁所在地である、京都市への人口集中率が、約56%と、東京都、 旧東京府以外の道府県では、第1位である、東京都を含めた場合は、東京都特別区、旧東京市が第1位で、2、3にあたる。京都府は南北に細長く、内陸側に位置し、京都盆地を中心とする南部、京都、山城、南端地域と日本海に面している、北部、中端地域、丹後地域との格差が大きい。南部、山城国は、 機内にあたり、大津市や阪神、奈良県北部、との交流が深い。一方で、北部、福知山市、舞鶴市、宮津市などは、北近畿、三人道とも呼ばれ、兵庫県北部、田島国や福井県霊南、若狭国との交流が深く、京都市との交流はこれらとの交流に比べると浅い。第二次世界大戦後の経済成長において、 機内の一角にあたる山城はいち早く発展したのに、対して北部は取り残されていった。近年では丹波にも工業団地が造成され、機内、大阪市から丹後、舞鶴市を経て、北陸、鶴ヶ市を結ぶ舞鶴若狭自動車道や、京都縦貫自動車道の建設や、山陰本線伏線電化工事が施行されるなど、南北格差の是正が図られている。また、 丹波国一も1965年頃から、亀岡市及び旧その部町、旧八木町など、南丹地区は、京都市や大阪府との結びつきが強くなり、行政では、京都府を南北のみで区分する場合は、府内郡以南を南部とする。ただし、行政では、亀岡市及び南丹市、府内郡京丹波町を中部と区分する場合が多い。国土地理院地理情報によると、 京都府の東西南北それぞれの橋は以下の位置となっている。山城国に幕府直轄地の拠点として置かれた二条城の他に、淀藩、丹波国には亀山藩、亀岡藩、福知山藩、その部藩、綾部藩、山下藩、丹後国には田辺藩、峰山藩、宮津藩があった。首都は一国の中心となる都市のことを指し、 行政府の所在する都市と認識されている。行政府が東京へ移転した明治2年1869年をもって首都は移転したと認識されている。しかし、当時の行行時に東西領景と直令が出ていることや2011年現在において日本の首都を直接定めた法令が存在しないことから現在も京都府が日本の首都であるという論が存在している。 現在、の人口は約260万人だが、そのうちの140万人以上は、京都市に集中しており、他地域の人口は少ない。都道府県庁所在地に過半数の人口が占めている、都道府県は、東京23区を一つの自治体としていない場合は、他に存在しない。衆議院の小選挙区が6、参議院では、全府で1区を構成。国会の 大理戦争が京都府議会に持ち込まれることがたびたびある。このため、地方政治の分野で京都と呼んだ場合、京都市ではなく京都府を指すことも多い。荷長虎像のいわゆる革新自治体も京都市ではなく京都府であった。平成時代の京都府出身の有力国会議員では、野中博文、旧その部町出身山江原政治、京都市出身谷垣定一、 福知山市出身などがいる。党派では、野中、谷垣は、利益分配路線で、旧来の地域ボス型、前原は、新自由主義路線で、信頼の若手ネオコン型に当たると言われている。しかし、野中広夢は、中央政界を引退しその影響力は、低下。逆に、谷垣定一が、朝垣安蔵の一人になるなど、総理大臣を狙う存在に浮上していた。 南北に長い京都府では従来、京都市を除く12の地域に地方振興局を設置し、地域にあった振興策を策定していたが、社会情勢の大きな変化により、2004年、平成16年5月に、地域の中核都市、堺、亀岡、舞鶴、京丹後に地方振興局を集約、4の広域振興局体制に再編した。また今までの権限を強化するとともに、 特定非営利活動法人、NPO 法人の認証や大規模小売店舗の届出確認などフラ新たな権限を委譲するなど、機能強化が図られている。歳入は、約7割が、不税、地方交付税などの一般財源となっている。歳出は、人件費などの義務的経費が約4割を占め、社会保障に由来する、補助費と交際費の割合が増加傾向にある。 2015年度の府内総生産、名目は10兆3455億円である。構成費は製造業が最も大きく、不動産業、卸売、小売業、保健衛生、社会事業が続く。本社を置く企業については、お参照。中部地域で黒豆や小豆の栽培や加工が盛ん。特産として軽野菜や南部を中心に、宇治茶などが生産されている。 林業は、松茸、北山杉など、京都府内に空港はない。近隣の空港は、以下の通り、京都市域及び同市域へ乗り入れる路線は、比較的発達しており、市内の機関的な交通を担っている。詳細は、京都市市内路線バスを参照。なお、府内各地のコミュニティバスについては、日本のコミュニティバス一覧京都府を参照。 国道8号は、府内全区間国道1号と重複のため、事実上存在しない。府内の私立高校に通学する府民に対して、授業料無償化制度があり、2011年度より、対象世帯が年収350万円未満から500万円未満の世帯にまで拡大した。また、府外の私立高校へ通学する生徒向けに、同様の施策を設けるための協議も開始するとしている。 民放テレビ局のうち、4大キー局系列の放送区域は、近畿広域圏に属する。以下の区域放送を2局は、比叡山の中原から送信しており、出力の割に視聴可能区域が広く、京都府外でも広い範囲で、受信可能、KBS 京都テレビの滋賀県、大阪府、奈良県へのスピルオーバーは、地上デジタル放送を含め黙認されている。テレビ、 東京系列のテレビ大阪、リモコンキー ID7 は、京都盆地など普南部地域を中心に、生駒山もしくは平方局、所在は、島本町を直接区域外受信か、ケーブルテレビで視聴する世帯がある、府北部のケーブルテレビ局では、地形的な問題などから区域外、再放送対象外。福知山市、京丹後市、宇治市、常陽市、八幡市等では、 兵庫県を放送対象地域とするサンテレビジョン、リモコンキー i d んが、宇治田原町の一部等では、滋賀県域の琵琶湖放送、リモコンキー i d んが、上陽市、井手町、聖火町、木津川市等では、奈良県域の奈良テレビ放送、リモコンキー ID9 が、舞鶴市、宮津市、稲町等では、福井県の民放、全二局、福井放送、 福井テレビジョン放送が受信可能である。放送区域は近畿広域圏に属する。在反民法3局は、府南部では京都市東山区に中継局が存在しているが、出力が 300W と弱く、京都市内でも受信状態が貫禄しくない地域が少なくない。府北部では中継局、福知山、舞鶴、宮津が NHK と KBS 京都、 宮津は NHK 第一放送のみのみで、これらの地域で在阪民放3局は受信困難な地域が多いが、この場合でもラジコで聴取が可能。かつては NHK 京都放送局も第一放送の県域放送を行っていたが、大阪局の大電力化で放送対象地域が重複することもあり、2015年2月の局者移転を前に、 2月2日午前1時をもって放送を終了、廃止された。京都の方言というと、京言葉、京都弁が知られているが、京言葉と呼ばれる方言が話されるのは、京都市とその周辺であり、それ以外の地域では、京言葉とは異なる方言が話されている。また、京言葉といっても、地域や社会階層、年齢層によって違いがある。 旧山城国の方言は、京都市内の方言とあまり違いがなく、旧丹波国の内亀岡市などの南端、口丹波地方も京都市内と大きく変わらない。しかし、福知山市、綾部市から舞鶴市にかけての中丹地方では、京阪式アクセントではなく、樽井式アクセントであり、春、敬語よりも、定や敬語を用いるなど、京都市内と異なる点が多くなる丹波方言参照。 マイズルシ以外の旧単語国の方言、単語弁は東京式アクセントであり、断定の助動詞に、やではなく、だを使用するなど、マイズルシと大きな違いがある。マイズルシの諸方言は、近畿方言、いわゆる関西弁に分類されるのに対し、単語弁は、兵庫県田島地方や鳥取県などと同じ中国、方言東山位方言に分類される。また、 枠集三作赤株賢治シリーズと暗密賢治シリーズの中にも京都を舞台にした作品が多くある。近畿地方の後当地ソング一覧京都府も参照のこと。自治体による国際組織の育例に2014年から加盟している。京都府は異文化理解や国際交流を目的として以下の州または省と友好提携を結んでいる。いずれの都市も 歴史的ことや学術の中心地など何らかの点で京都府と共通しており、こうした点に着目して提携が結ばれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。